トビトカゲ族は、ユーロコ目、アガマカに属する族である。族名ドラコは、ラテン語で、リュウのイ。インド南部、インドネシア、カンボジア、タイ、中華人民共和国南部、フィリピン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス骨格スケッチメスよりもオスの方が、大きい種が多い。頸部側面には、膝状に皮膚が伸長する。左右に5から7本ずつ肋骨が伸長し、 その間に、戦場の被膜がある。喉には三角形に伸長する皮膚がある。尾光が髪型に開口する種と側面に開口する種が、いる。オスは、喉水が発達するが、メスは、喉水が発達しない。森林に生息する。樹状性。オスは縄張りを形成して生活する。 腹力と飛膜を広げることにより、揚力を生じ、樹木の間を滑空することができる。ドラコ・ボランズの場合で、滑空距離は18メートルにも達する。植生は動物食で、主にアリを食べる。繁殖形態は卵性。地中に卵を産む。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。輸送により、状態を崩すことが多く、飼育も難しいとされる。 テラリウムで飼育される。樹状性のため、高さのあるケージで飼育するのが望ましい。枝や観葉植物等を組んで活動場所や隠れ家に、する。同所的に分布する。アガマか内では初期に分化したと考えられ、プテクタリーマス属に禁煙とされる。尾光が側面に開口する種は、分布や形態、分子系統学の研究から原始的な種と考えられ、 尾光が髪型に開口した種が後期に分化したと考えられている。ありがとうございます。